取引免許を非合法に手に入れろ。同盟国以外の都市で取引免許を入手することは容易ではありません。こんな時は資金に物を言わせて強引に免許を獲得してしまいましょう。有権者の支持を集めろ。ベネツィアの有権者たちはどのくらいベネツィアに対して貢献したかを評価しています。しかし上の階級へと成り上がるためには時には袖の下を使って支持を得ることも必要かもしれません。ライバル一族を陥れろ。地中海の覇権を握ろうとしているのはプレイヤーの一族だけではありません。合法的な商売で勝ち抜くことも大切ですが、時には裏社会の力を借りてライバル一族を蹴落とすことを熟慮する場面もあります。もちろん常に失敗のリスクがつきまといますので、実行する前に十分に検討しましょう。Windows 用ソフト海運貿易シミュレーション Rise of Venice 好評発売中。